い、おはようございます。おはようございます。今日は朝食を作るんですか？はい、今日は僕が朝食を作ります。初めての朝食朝食作り。まあでも私はもう今自分で作って食べたんですが、あの家族に作る前にまず自分で作ってみるということみたいですね。メニューは何ですか？どうしようかな、目玉焼きか卵焼きかどっちにしようか。まあ目玉焼きは割るだけじゃあ卵焼き。ああ、うん、卵焼きと、あっちミニ家庭菜園からシシトウを取って、うん、でシシトウから卵焼き、うん、から食パン、うん、まずはもうこれぐらい、うんうんうん、ここからやります、うん。まあ、卵焼きはね人生初めて40何年間初めてやります。っていうかフライパンも、うん、今日初めて使います。僕は料理をしたことがありません。もうねちょっと私も反省しました。今日はね、はい、YouTube ショールームで、まあ、せっかくなんでちょっと、まあ、YouTube の前でどうせだったらちょっとやってみようかなと企画として、はい、で、まあ、これから徐々にいろんな料理をしていって、こう上達していけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なるべく見守りながら、はい、はい、いきたいと思います、はい。じゃあまずはどうしようかな、先にシシト取りに行こうかな。そうだね、はい、うん、まず材料の準備だね、はい、すごいね、セミが、あ、ミンミン、暑い、うん、ミンミン打てる。お、だいぶだいぶいいね。いや、これからすごいな、セミが、うん、この辺、こことかこことか、うん、大きいよ。おお、これ大きい、大きい、うん、これこれ取れる、うん、これ、うん、あ、あとここ、あ、これも取ろうか、うん、これぐらいでいいかな、これぐらいでいいかな、うん、そうね、一人分ね、はい、はい、はい、取りました、取りました。で、あとは、これを切るのか、洗わなくていいんですか？洗おう。もう。いや、別に普通にチョキ、チョ、うん、で、いいと思う。うん。そうそう、うん。まあ、焼くのはあれだけど、絶対天ぷらの時とか絶対危ないよな。うん。うん、破裂するのを防ぐね。うん、まあ焼くときは、まあ、大丈夫かもしれんけど、まあ一応ね、なんか怖いから。卵。じゃあ卵焼き？卵焼きします。はい。砂糖。まずは何も言わないんで、まず油、はい、油入れます。これは、うん、うん、で、火をつけます。え、つけちゃうの？まあ、じゃあ、ここに馴染ませて、 え、卵はこのまま？卵焼きでしょ？卵焼き、うん、え、もしかしてその中に入れる？それ目玉焼きじゃん。あ、そっか。卵焼き、まずはだ、そうか。おー、なんかこう適当にこれに。危ない危ない。え、フライパンで今できると思った？フライパンできると。フライパンで混ぜると思った？混ぜると思った。フライパンに混ぜるから。へえ、砂糖はいつ入れるの？今？あ、違う違う違う、フライパンで混ぜたら、そうだな、そうだ、ね、本当に
本当に大変。で、これで砂糖。これだ、ノーヒントね。あの火を今ぐらいからつけとったらいい、弱火で。で、火をつけたら、あともう一個つけた方がいいものがある。なんでしょう。火をつけたらもう一個つけた方がいいやつがある。うん、換気扇。ああはあ、弱火にしてます。私はその卵焼きにもうちょっと入れたりする。多分まあそれだけでもいいかもしれんけど。砂糖以外に、うん、なんだと思う。醤油。醤油はちょっと入れんかな。醤油に煮たものはちょっと入れるけど。醤油に煮たもの。みりん。みりんはもう砂糖入れてるから。みりんって甘いよ。うん。塩。塩も入れない。冷蔵庫に入ったやつ。うん、牛乳ちょっとと、うん、あと卵焼きだから少しあの白だしをちょっと入れる。でも白だしなくてもいいかもしれない。じゃあ牛乳入れようか。牛乳ちょっとね、うん、これでも全然大丈夫だと思うけど。じゃあちょっと入れます。うん、到着。うん、いいよ。やってみたら。でも白だしはなくていいか。うん、入れすぎると辛くなるしね。もう大丈夫かな。うん、じゃあちょっとそっち行きましょうか。はい。人生初めての卵焼き。初めてフライパン使います。卵焼きというか卵焼き器じゃないから、なんかオブレツみたいになりそうだね。まずちょっとこうしばらく、なんかキッチンのなんか出さなくていいですか。これと、ああから、うん、こうこんな感じ。あ、いい感じ。こうなんか、丸めるイメージがあるね。こうやって。まあちょっとあのやってみたら。もう初めてにしてはいい感じじゃん。ちょっと裏返したい。だったら裏返るでしょう。おお、そう、卵ってねちょっと急がないと固まっちゃうからね。あ、でももういいかな。まあそこもこう自分で見て広げるの、そうやって調理しながら広げるの。わお。大丈夫そうですか。広げるの。なんかまだ柔らかい。うん、だったらもう一回裏返し。そうだね。で、うん、OK ですか。はい、とりあえず卵焼き、うん、なんかオムレツのような、プレーンオムレツのような、プレーンオムレツのような。はい、で、次シシトウ。シシトウ、あ、火つけよう。うん、じゃあシシトウいきますか。はい、いきます。
いや、今油をもう引いてないからそんな飛ばない。油引いてちょっと水気があったら散るけど、でもね、一回これ調理してるから油なしで。あ、ね、ちょっと飛んだね。あ、動いてる。え、終わり？用紙、もう終わり？なんか、あ、塩コショウ。塩コショウ？ん？塩コショウ？なんでしょう、うん、何を私はかけてるでしょう。でもやっぱり塩コショウかな。塩コショウ量とかもやってみたら。料理楽しいですか？まだわからない。まだわかりません。だって40何年間初めてのフライパン使い、初めての料理か。一人暮らし長かったよね。一人暮らしなかった。大学生活4年間と、うん、それから社会人になって34まで。そうそう、34まで。もうね、34-16年ぐらい、うん、15、16年で。食事を作ったことはゼロ。食事はゼロ。大学時代はそのまかない付きいうか、ご飯付きのところに4年間住んでたので。で、社会人はもう本当完全一人暮らしだけど、アパートで、うん、もう全部外食かコンビニ弁当をもう10何年以上、うん、だから一度も台所を使ったことがない、アパートで。お茶も沸かしたことがない。そうだね。今これ人生初めてのフライパンを使ってる。これも初めて使ってる。ねえ。卵焼きも初めて。すごいね。だからまだ目玉焼きは一回も作ったことない。目玉焼きを作ったことがない。まだ。ね、私もちょっと反省かなと。よし、いい。はい。焼くだけだったら料理ね、簡単よね。はい、はい、とりあえず、はい、これ何ですか？これは、はい、卵焼きとシシトウ炒め。炒め、うん、出来上がり。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。パン、パス、食パン。我が家はパンをもう冷凍に。すぐしたい。だからパンもね、食べるんだったらちょっともう冷凍庫から出しとくといいかもね。カチカチ。はい、それはしたことあるね。でも一人暮らしの時トースター持ってなかったもんね。トースターも持ってないし、あと炊飯器も持ってない。持ってないね。あのティファールみたいな湯沸かしも持ってん。あ、それだけあったかな。ポットは、あ、ポットだけあった。カップラーメン。そうだそうだ、それだけあった。だけど夜間もなかったから。夜間もないね。湯沸かすいたらポット。で、冷蔵庫もあったけど使ったことがない。まあ、お茶を入れるぐらい。お茶用のはそのコンビニで買ったお茶を。そう、常備した。パックのね、牛乳パックみたいな。もうそのまま、まあせずにも生活できるんだけど、もし私に何かあった時とか、まあでも、ね、料理ができて困ることはないし。今度またゆで卵を作ってみようかな。ゆで卵を作ったゆで卵はね。あ、食パン焼けました。はい、これ今日は食パンに合わせて食パン皿、食パンの形にしたから、うん、それからこれあの美濃焼き、美濃焼きのリンカ、うん、オムレツだね。卵焼きじゃない。卵焼きじゃないね。だからちょっとお茶はトベ焼き。
うん、できたが。マスター、あとじゃああれは娘のも作ろうかな。ごめん、あの昨日夕方にコンビニ、うん、ちょっとスーパー行ったら、あのなんかサンドイッチ選ぼうとしてたから、うん、あ明日の朝パパが作ってくれるらしいよって言ったら、うんうん、いやいいわって言って、うん、あごめん冷蔵庫見てみてちょっとこちらへ。はい、娘はこれをもうこれ買っとくわって、食べれんかもしれんけんって言ってこれを買っていました。あ、お父さんが作った朝食が食べれんかもしれんけんって。食べれるんで、そんなに信用ないじゃあ寂しく今日一人食べます、ね、はい、うん、でもできたできた、はい、すごいすごい。また次回よろしくお願いします。はい、では今日僕が初めて作った卵焼きししと、あ、オムレツこれ卵焼きのつもりなんだけど、ケチャップかけてる、うん、あ、そうやな、普通醤油か、醤油卵焼きは、あ、ほんまじゃ、なんか俺自分でオムレツになっとったな、卵焼きのつもりだったんだけど、プレーンオムレツ。じゃあちょっと自分で作ったやつを自分で食べます。娘はちょっと食べたくなかったみたいな僕の初めてのご飯はちょっと不安があったみたいで、じゃあいただきます。まずはししとうからちょっと、まあこれはね何もしない。うん、ちょっと味が薄いね。だけ胡椒が足りてないってことか。そうだね、ちょっと薄かったかなって思うね。うわ、かけすぎた卵焼きのつもりなんだけど、ケチャップかけてオムレツになったけど、卵焼き食べます。うん、まあ卵の味ちょっと白だし入れたらちょっと味が締まる、ね、あ、白だし、うん、白だしをね入れたらね、少しね入れると、今日はやけ砂糖しか入れないか、砂糖と牛乳、そうだね、うん、少し塩味があった方が塩分がね、あ、でもちょっと薄いね味は、うん、なんかあんまり甘みもない、うん、やけ甘みを感じるには、うん、ちょっと塩分もあると、うん、どっちもが味が、うん、わかるよね、ちょっと、うん、甘みが僕には足りんね、これ、うん、また頑張ります。